はい、こんばんは。ハッピーパパです。えー、ご覧いただいている通り、大量にトミカを購入してしまいました。えっ、ー、と、ま、この辺にあるやつは、以前から持ってたやつです。この回転する、まあ、ミニカーも含めてなんですけど、まあ、今回購入したのは、この辺一体です。もう、はっきり言って、バカです。 で、今回ですね、まあ購入した、まあ今回というか、前、もう以前から持ってたものもなんですけど、まずこちらですね、えー、2014年に発売された、えー、ドリームトミカ、インシャル D の A86 トレーノの白です。まあ以前こちらの方のですね、えー、あの、A86 トレーノのこのボンネットが黒いところのやつは紹介させていただいたんですが、こちらの方まだ未開封です。 はい。こちらの方ですね。まあ購入して、まだ開封してなかったので一応紹介させていただきます。で、あとはですね、エディオンで5台、えー、購入してきたんですけど、まずこちらですね。初回限定はゲットできず、エディオンで360円、ホンダの S660、えー、をゲットしてきました。で、次がこちら、えー、ソヨタの86ですね。 こちらの方も初回限定はゲットできず。で、ちょっと驚いているのがこちらの方、ホンダのシビックタイプ R なんですが、こちらの方、初回限定ではないにもかかわらず、Amazon ではもうすでに900円、えー、倍以上の値段がついているという風な、まあ、エディオンのお店ではもう、えー、売り切れという風な、かなりの人気商品になっております。 こちらもですね、ランボルギーニのベネーノ、えー、こちらの方も初回限定はゲットできませんでしたが、こちらのですね、えー、まあ通常版はゲットできました。で、こちらですね、えー、日産のセレナ、えー、の方は、えー、こちらの方は通常通り、通常のやつですね、えー、ゲットできました。で、三菱のアウトランダーの、えー、PHEV に関しては、 こちらの方はですね、えー、どこだっけどこですっけトイザラス、そうです。<laughs> トイザラスの方でですね、えー、初回限定と通常版、両方、えー、ゲットすることができました。では続けていきますね。えー、トミカのですね、トミカプレミアムなんですが、こちらの方ですね、ちょっと集めようと思って、1番から、1、こちらも、えー R34 の GTR Z チューンですね。で、2、3飛ばしの4。えー、松野の RX7 FD3S RE アマミアそして、5、6飛ばして7。えー、フォルクスワーゲンタイプ2。そして、えー、8の、えデ、ー、クサス RC F GT500。 こちらが、フ、え、ォ、ー、ルクスワーゲンタイプ2ピックアップですね。で、10飛ばしの11、日産スカイライン GTRV スペック2ニュル。12、13飛ばして14、えー、トヨタ SFR。で、15の、えー、スバルインプレッサー、えー 22B の STI バージョン。で、16の、えー、トヨタ 86GRMN。なんて読むんでしょう。で、17。ホンダ S2000 タイプ S。という風なラインナップになってて、で、プラス GT-R 個人的に好きなんで、こちらですね。映るかなよいしょ。 栄光の GTR セット、えー、PGC の10、R32、R34、R35、R33 は <laughs> 33持ってないですね。34に関してはもうこちらの方で回ってるんですけど <laughs>、えー。えを、まあ、今回ですね、購入しました。全体取るとこんな感じです。まあ、この辺ですね。 こうあります。これを、まあ少しずつちょっと開封していきたいと思いますので、お楽しみに。以上です。